はい、酒好きな元新潟大臣の飲酒動画です。今回は、これ、チューハイですね。よろしく千万あるべし。という、焼酎の、ハイボール。ドライレモン。です。焼酎ハイボールのドライレモン。アルコール度数 8%。これは、よろしく千万あるべしっていうのは、これは、八海山っていう日本酒があるんですが、新潟のね、日本酒なんですけど、あれの、米で作った焼酎、まあ、つまり米焼酎の、名前なんです。このよろしく千万あるべしっていうのはね。まあ、そういう、銘柄があるんですよね。原材料名が米焼酎とレオ、炭酸と酸味料と香料。果汁が 3% です。まあ、これ以前、いわゆるレモンじゃない、ただの米焼酎のドライ、じゃあ、ハイボール。は飲みましたよね。まあ、大してうまくなかったです。いや、だいたいそもそも俺、米焼酎嫌いなんですよ。米焼酎嫌いなんで、うまくねえなと思ったんですけど。米焼酎嫌いなんだよな。日本酒は最近割と飲めるようになって、うまいなと思ったんですけど。米焼酎は嫌いなんですよね。完璧に。米の香りがもうダメで。大嫌いです。乾杯。ああ？販売者が八海醸造株式会社。で、製造者がアチドブリュー株式会社ですね。なんだこれ、販売者が八海醸造なだけで、製造者はアシドブリューなのか。なんかすっげえまずいな、これ。なんだこれ。まず。なんだこれ。うわぁ、なにこのえぐいの。えぐいっていうか、なんか飲んだ後に、うえぇって変な香りがすんの。なにこれ。うわ、まっず。うわぁ。まずいってレベルを超越したな、これ。うわ、まっず。うわ、これ全部捨てていい、これ。これはちょっと飲めねえな。まずすぎる。なんか、えぐい。飲んだ瞬間に、飲んだ後の後味みたいなのに、なんか、この世のものとは思えない香りがする。なんだこりゃ。うえぇ！これは飲めない。捨てる。うわぁ、なんだこのえぐい、変な香りがね、ブエって出てくんの。なにこれ。うわぁ、まずで、レモンの香りみたいな味にはするんだけど、1ミリもうまくない。なんか、えぐい。うえ、香りが恐ろしい。なんか、えぐい香りが、今まで嗅いだことない、味わったことない香りが、味が、しますね。うわ、まずこれは飲めねえわ。これは飲めねえ。うわ、うえぇ、まず捨てよう。1141です。あ、久々に1出たな。ご視聴ありがとうございました。